ルレードランチャーみたいなのは卵です。で、銃も呼び幕とか使いたい方は、別に持ってても構わないし置いていてもいいし、あるいはその自分の、経路上に点々と置いていても構わないです。弾数は無制限です。何発でも構いません。で、ここで、ブザーが鳴ってスタートに、なります。そしたら、はい、この間を通ってもらって、はい、はい、はい、ご着ていただいて、はい、ラッキーフィルムね、いいですか。はい、そしたらですね、ここに四角い板が1枚、2枚あります。この板の上にボーリングピンを並べてもらいます。全部で15本ある、1個10点で、これを自分で並べて打ち落とすわけですけど、これなんでもこの床に落ちなきゃ点にならない、ね、でここでは点にならないから床に落ちるまで打ち落としてください。でそれと、これラッキーバスケットって言います。でこのカゴに例えば、打ったのがポンと入ったら、得点2倍、20点になります。でこのバスケットはどこでも、ね、好きな場所に置いて構わないです。でこの15本のピンは頑張れば、1枚に並べることができるけど、かなり、ギリギリにきれいに並べないと15本は並ばないです。そのために2つある。頑張って1個に並べて打ってもいいし、2つに分けても構わない。ただバスケット1個しかないので、ね、なるべくどっちかに固めた方が、高得点になる確率が高いということです。でここで並べ終わったら、今来た経路を逆戻りしてスタート位置に戻ります。はい、じゃあ戻ってください。に戻ってきたら、銃に膜を込めて、受ける状態にして撃ち始めるんですけど、ですね、このライン、この壁ありますね。このラインよりこっち側だったらどっから撃っても構わないです。どっから撃ち始めても構わないです。撃てるところからどんどん撃って構わないです。で前に行くためには、まあ、このジグザグを通っていくか、こっち側のキルハウスの中を通過するか、これ下くぐっても構わないです。ただ怪我しないように気をつけてください。でそれと、ここに実は何気に達人くんが15枚立ってます、ね、達人くんがいます。これオプションターゲット、1個2点。これは自分で立てなくてもスタッフが起こしておきますので、これは打っても打たなくても構わないです。ただ、倒せれば1個2点、はい、であとはまあ前の方行っていただいて、この黄色いラインより前に出ちゃダメです、ね、この黄色いラインより後ろから自分で並べたボーリングピンを打ち落としてください。で打ち落とした、最後終わったらこの、ストップターゲット白いプレートを打ってください。これでタイマーが止まります。でそれ全部にかかった時間で得点終わったものがスコア、得点割る時間で、その時間っていうのはこうピンを並べる時間も入ってますから、なるべく短時間でピンを並べた方がいいし、なるべく早く打ち落とした方がいい、ね、打つ場所はどこからでも構いません、ね、フロント下から打ったら構わないです。並べるのはどっち並べても構わないです。という5本は並べなきゃいけない。いえ、何本でもいいです。だから例えば15本並べるのは時間がかかるから10本でやめとくというのは別に構わない、ね、得点割る時間だから。例えば10本でも、ね、例えば全部がラッキーバスケットに入る100点になるんです。あ、200点になるんですから、もしかするとそっちの結果がいいかもしれない。わかんないですけどね。ということです。
で1回目はセミオート、2回目はフルオート OK です。変にやります。で2回やった、得点の合計割る時間の合計でスコアを出します。で一番成績の良かった方には1名様、店長からご褒美があるそうですから、期待なさってくださいという感じです。皆さん大丈夫ですか？質問とかありますか？はい、じゃ あ始めたいと思いますので、玉出す準備をなさってください。よーい、得点がですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、6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 5、56、57、58、59、
160点です。160点。これは得点になります。はい。